そうです。試合結果をお知らせいたします。第3マット96キロ級試合番号79番の試合は、青コーナー沖縄工業高校岡田秀政選手のコール勝ちでした。ただいまより第3マット個人対抗戦2回戦96キロ級試合番号80番赤コーナー稲崎工業高校小川祐希選手対青コーナー香川中央高校奥野蓮選手の試合を行います。試合結果をお知らせいたします。第4マット66キログラム級の試合は、試合番号61番青コーナー秋田商業高校米沢亮選手のテクニカルフォール勝ちでした。2回戦120キログラム級試合番号62番赤コーナー北部農林高校長坂優里選手対青コーナー鹿島学園高校鈴木翔馬選手の試合を行います。試合結果をお知らせいたします。第2マット55キログラム級試合番号72番の試合は、青コーナー沖道前高校隣幸喜選手の判定勝ちでした。ただいまより第2マット個人対抗戦2回戦55キログラム級試合番号73番赤コーナー浜谷中央高校中島蓮選手対青コーナー鹿島学園高校川野貴俊選手の試合を行います。
試合結果をお知らせいたします。第1マット76